部島流亡術。今から600数十年前、南北時代の延元2年、すなわち西暦1337年、北畠顕家が後醍醐天皇の命により鎮守府将軍として東北を治めるため、宣長親王法師奥州岩代の国定禅城に入った。その際、京都で竹生島流亡術を習得した者たちも家来として同行し、戦乱の後同地区に土着し、以来同地区に亡術が継承されていた。使用する棒は樫材でできた長さ6尺2寸を定寸としています。続きまして第2会場、蓮龍。
天竜のご演舞です。年流の尾磯は奥州相馬の住人相馬四郎義元で法安元年筑紫の安楽寺で独立し、後新入新州稲郷里浪江に来て一時を建立念阿弥寺音と称した。樋口兼重は寺音の皇帝の一人で年流の極意を得、明応九年に間庭に転入しました。下って13代正忠の時、赤穂義士の堀部安兵衛が入門したことで有名です。昭和31年6月に間庭年流道場及び年流の教えは護身の術であり、和の憲法で人を倒すことを目的としない十分の負けに十分の価値ありの精神で徹底的な守り姿勢の自衛の剣である。Let's go.